お葬儀イメージ的には硬いような業態の印象があるんですけれども、そういった業界にあってそういうふうな新しいこう取り組みだとか仕掛けをしていくっていうのはですね、ある意味こう勇気のいるようなことじゃないかなとも思うんですけれども、そのあたりの社長のお考えもぜひ聞かせていただきます。そこが一番の敵ですね、思い込みが。で、何の思い込みが一番敵だったかっていうと、やっぱりうちの社員さん、営業の担当の方の社員さんの頭の中が一番まず凝り固まってて、有名なお菓子、会議でこういうのを今年から取り組もうと思うんだ、で試食いただいて美味しいですねって話になって、うちの役員さんですよが3年後にその商品をうちの新商品ですかって言ったんですよね。だからもうその役員さんはその最初に導入した時に、あ、自分のエリアではこの商品は使えないって思っちゃってるんですね。思っちゃってるから印象にも残ってなくて、で3年後にそういうのが売れるかもねと思った時に初めてうちの商品ですかって聞いてきたっていうのが事実だと思うので、まずは自分たちの頭の中がこのエリアではこういうのが当然だとかいうのをやめようよって、その商品とかを決める模試さんにとっては葬儀っていうのは常に一生に数回しかないものなので、その時にいつもの商品っていうのはないよねって、いつもの返し方ってないよねって、今はこういう選択肢があってどうしますかっていうのがあってしかるべきじゃないかと思うので、昔はそのままお茶があればよかったでしょうし、返し方っていうのは地域で決まってたと思うのでそれもいいんでしょうけど、例えば福岡で生まれて福岡で育って福岡で亡くなる方って、福岡の人口割合何パーセントかってそんなに多くないと思うんですよね。そしたらいろんな文化風習に触れてきた方が福岡で住んでらっしゃるパターン、東京から福岡に永住してある方はやっぱり東京のお返しの仕方が当然と思ってらっしゃるかもしれないし、地域によって異なるので、それを提案できて申しさんが決めるってことができればいいんじゃないかと思いますので、そういうふうなこう社員さんにこう凝り固まった考えではなくて、新しいものにこう柔軟に対応していくためにですね、こう何か社長がサポートとしてされていることとか、何かこう期待を得てもらうこととかってありますか？よそのことを知るっていうことを今力入れてますし、それを今までは言葉で伝えてたんですけど、なかなか言葉ではイメージは湧かないので、それこそ生のお葬儀の風景を見てもらうとか、あるいは行くのにどうしてもお葬儀って確かにいつ発生するかわからないので見れない状況だと、写真を撮って共有ファイルに上げて実際にこうだよねって、それこそ今月の営業会議でやったのも沖縄の位牌ってこんなんだよっていうのを言葉でなくて写真を見せてあげるとかっていうのに力入れて、あ、なるほどねっていうのを体感的に得れるような仕組みを今作ってますね。知るっていうところ、ね、そうです。その共有する機会っていうのは毎週こういった営業ミーティングというものが定期的に開かれている、営業会議月1回やってますけど、まあまあ私があんま出ないようにはしてますけど、ただ私が行った時にするのはこの間こういう面白い情報があってさとか、例えばこの間だと今の現状だとコロナウイルス、北海道で緊急事態宣言出てるのでお参りに無理なきよっていう看板が出てたりとか、お通夜の看板、そうです、そういうのが出てたりとかっていうのは今ならではかなってやっぱり思ったりしますし、今のお見送りの仕方ってやっぱりいろいろどんどん変化していってるので、こういうお見送りの風習見たよっていうのをみんなに知ってもらった時に営業の話題ができていく、で新しいことを取り組むのが躊躇がなくなっていくっていうのはそういうとこからかなと思っているので、営業の方々はそういったその時代性のお話を聞いて、それをお葬儀の会社さんにこういうふうに他社さんされてますよというようなこととしてお伝えする、そうですね、成功事例みたいな形で、かっこよく言えばソリューション、情報を使ってソリューションしていくっていうのが営業の一番の今の仕事かなと思っているので、か今営業の方と話す時も物売りはやめてこと売りにしようよ、単純にメーカーさんの商品を持ってきましたよではなくって、そこの課題に対してこういうふうにこうソリューションがありますよとかっていう情報提供をしていくと、そうですね、物売りだったら極端なし、今の時代だったらサンプルと見積書をメールで送ったりとかすればいいんでしょうけど、そういったものじゃないところに国際系の価値を見出していきたいなと思うので、極端な話、ちょっといやらしい話かもしれませんけど、よそが語学で商品を提案してきたって、国際経営だと55でも買いたいって思ってもらえるような存在感でありたいなと思うので、プラスの付加価値を、そうですね、情報って付加価値はただでいいので、